売上的にも3000万ぐらい超えて、それ絶対儲かりますよね、うん、そうですね、はい、直営店的にもやっぱり16年間ずっと右肩上がりできてるので、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。10月22日土曜日、マイドーム大阪で FC チャンネルショーをやります。 in 大阪ですね。フランチャイズチャンネルが支援するいろんな FC 本部が集結しますし、それ以外の本部さんも来ます。豪華ゲストもたくさん来ますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。下の概要欄から LINE で申し込めますので、ぜひ皆さんお待ちしてます。フランチャイズオーガナイザー佐々木さん推薦の鳥周さん、ビジネスモデルに迫るということで、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あの、佐々木さんが関わってるから相当いいフランチャイズなんだろうなっていうところがね、そうですね、してますが、はい、非常に美味しかったです。ありがとうございます。美味しいですね。これは佐々木さんと関係ない美味しさですね。はい、そうですね。ね。オーガナイズしてないからね。はい、別にあの、味とかには佐々木さん登場しないわけですね。そうですね。はい。これは普通に実力で美味しかった。はい、ありがとうございます。なんで鳥周をやられてるんですか？そうですね、僕はあの21歳で起業してるんですけども、現在47歳、はい、47歳でカレー屋 をフランチャイズで始めまして、ほうほう、これがですね1年と経たずに近くにココイチができて、ほう、2年目ぐらいに本部の社長が亡くなりまして、ほう、本部が第三セッターに引き継がれて、で味が落ちて潰れちゃったっていうところがあって、うん、まあ、3000万ぐらい借金してたんですけど、じゃあ本部が潰れちゃってその仕入れられてルーが変わるみたいな。そうなんです、はい、それが変わっちゃったんだ。とても使えないルー。そうですね、全然美味しくないので、はい、そういうのがあって、でその後に漫画喫茶の、これもフランチャイズなんですけどフランチャイズをやって、まあ追金で1000万借金をして4000万を7年ぐらいで返済するっていうような感じで、起業から20代ずっとそれで過ごしてきたんですけど、どうしてもやっぱり一緒の仕事にしたいなと思って、漫画喫茶って個人でやってたのがだんだんと法人にこう行って個人のところにどんどん潰れていくっていう、どうしてもやっぱり一生続けられる仕事をしようって思っていろんなことを試してて、たまたま僕親父がこういう鳥のモデルをやりたいとっていうような話があって、ちょっと一緒にやろうかっていうような話で親父と一緒に始めたのが鳥周ということですね。なかなか苦労されたんですね。そうですね、人生フランチャイズですね。そうなんです、あの、ね、フランチャイズから個人にでやり始めたんですけど、またフランチャイズに戻ってきたという感じです、ね、一歩ありすれば藤原先生の方に行くタイプですよね。そうですね、はい、フランチャイズなんか良くないっていう風に人生なりそうなところを、うん、フランチャイズ愛は消えなかったんですね。そうですね、漫画喫茶でも結構苦労されたんでしょ。いや、漫画喫茶はうまくいった、うまくいったんです。あ、はい、どうなんですか。あ、これ良かったですね。だってちょっとさ、撤退って書いてあるから。あ、撤退はでもやっぱり近くに大きいところができて、でやっぱり売上下がってっていう感じなんですよね。まあ、でも、はい、それでも利益が出たんですね。そうですね、でもあのその時にはもう取り締をやってて利益出てたんで、あのスムーズに閉じれたという感じですかね。なるほどね。2006年8月に取り締を立ち上げたんですね、はい、結構長いですね。17年目ですね、はい、2006年か。んちょっとして。そうですね、武田塾の創業の年と一緒。はい、そうです。はあ。で今フランチャイズ何件でしたっけ。2件です。はい、僕400件すいません。それが言いたかったもんね。申し訳ない、ね。はい、竹村さんがと出会うか出会わないかで告白ちゃうんですよ。そうですね、はい、早いと遅いでこれちゃう。でもね、そのとはいえ直営4店、はい、FC2 件でもう契約済みが1件なんですよね。そうですね、はい、うん、もうこれからって感じですね。フランチャイズ本格的にスタートしたのは最近なんですか。1年前ぐらいに1店舗目がオープンしてます。あ、そうなんですね、はい、好調ですか、その1年経ってる店舗は。そうですね、売上的にも3000万ぐらい超えて年商。そうですね、はい、それもテイクアウトだけ。そうです、はい、うん、これテイクアウトだけでそれはすごいよね。それ絶対儲かりますよね、うん、そうですね、うん、はい、直営店的にもやっぱり16年間ずっと右肩上がりできてるので、でコロナでもやっぱあのテイクアウトなんでそのまま伸びていったっていう。直営の売り上げずっと上がってるんですか。ずっと上がってます、もう右肩上がりです、ね。まあ、それも珍しいんだよね。あとなんか
アピールしたいポイントというか。そうですね、やっぱあの理念的にはローストチキンで日本の食卓を明るくしたいっていうのがあるので、食卓にローストチキンをお届けして、皆さんがやっぱり今日は鳥州のローストチキンよって言った時にわーってなるような、そういうあのお店を目指したいなと思ってるので、うん、ね、これは加盟対象は体を入れる脱サラ向きですか？両方いけると思います。1店舗目が脱サラでやられてた方がやってて、うん、2店舗目は法人でやられてるんですね、うん、さっき言ってたんですね、はい、法人だと1店舗目の利益はちょっと薄くなるんですけど、セルフドミナントができるので1店舗目で仕込んだやつを2店舗目3店舗目に持っていくことで、2店舗目の家賃とか人件費とか抑えて営業ができるっていうモデルなので、うん、利益がどんどん出てくると、うん、その2店舗目3店舗目は初期投資も安くできて、うん、ランニングコストも抑えられるっていうようなモデルですね。まあ、おそらく基本的には個人で体を入れてやれる、それが一番安定してるんだけど、法人で取り組むには今みたいなプランをやれば法人としても十分新規事業でやれますよっていう感じかな。そうですね、はい、一応、1店舗目の個人でやられてる方も2店舗目を目指して今エリアを抑えてるところですね。法人の方も1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、エリアは抑えられていると。もうじゃあ手応えを感じるってことですね。そうですね、はい、まあ、美味しいもんね、なんかね。ありがとうございます、うん、1店舗目はお客さんから入ってこられて、あ、ほら、はい、お客さんがこれやらせてほしい、はい、あ、それはね、すごくいい話だよね。で、2店舗目は僕の昔からのゴルフ友達なんですけど、うん、その方が、まあ、結構全国であの幅広く事業されてる方なんですけど、その方が1店舗やらせてくれというような話で、うん、今始めてると。なるほどね。じゃあ幅広く募集するのは今回その佐々木さんと組んで初めて。そうですね、はい。今までは何で加盟募集してたんですか？ウェブリポートですかね、はい、ウェブリポートか。まあアントレじゃないだけいいでしょう。どんな人に加盟してもらったんですか？そうですね、時代的にはやっぱり若くてイケメンがもてはやされる時代だと思うんですけど、ほう、まあ、無人業態とか、はい、そういうのが今流行ってると思うんですけど、僕はやっぱりあの接客業ってすごいいいものだと思ってるので、うん、接客が好きな方、もしくは接客業をやりたいって思ってる方、うん、そういう方が来ていただければいいかなと思います。時代とは逆行するけどみたいな。そうですね、時代遅れの男になりたいというそういう系ですね。そうですね、地味な感じはするけど、まあ、僕もちょっとさっきね、あの裏で一本食べさせていただきましたけど、まあ、美味しかったですよ。ありがとうございます。だからお酒のつまみにはなるしね、いいんじゃないでしょうか。まあ、普通にあの骨なし桃とか骨付き桃、うん、あと丸焼きなんかもあるので、普通に食卓に並んでて邪魔にならないというか、うん、そういう感じになります。まあ、焼き鳥はね、家庭で食べる場合にはもうみんな食うからね、子供でもいいし、つまみにもなるしですね、もう老若男女、うん、食べれると思います、ね。まあ、今流行ってる餃子みたいなところがあるんで、というわけで10月15日3時半から皆さん参加しやすいオンライン加盟説明会をしたいと思います。10月15日土曜日3時半からオンラインでやりますので、聞きたい方はこちら、まあ、その時はあのビールを飲みながら食べさせていただきたいと思います。そうですね、はい、どんな人に来てもらいたいですか？そうですね、店舗運営なのでそういうマネージメントができたりとか、もう究極的に言うと、もう笑顔の素敵な人に来てほしいかなっていうところはあります。笑顔の素敵な方お待ちしてます。はい、お願いします。